定時戦法。定時戦法もしくは、定時作戦とは、砲艦同士の海戦術の一つで、敵艦隊の進行方向を遮るような形で、自軍の艦隊を廃し、全火力を敵艦隊の戦闘艦に集中できるように、して、敵艦隊の格好撃破を図る戦術を言う。T 時戦法、T 時戦法、A、クロッシングザ T、T 時作戦、T 時作戦とも言う。 16世紀に入り、搬送軍艦に多数の火砲を搭載した戦列艦が建造されるようになると海戦における人形は近接戦闘を意識した横陣から重陣に変化した。特に射程の長い戦列艦を多数保有していたイギリス海軍はスペイン海軍等に先んじて火力が大きくなる側面を最大限に利用する単重陣を採用した。 19世紀後半、工業技術の発達に伴って、戦列艦は近代的な蒸気エンジンを装備し5000メートルを超える、長大な射程距離塗装艦板を有する戦艦へと変貌を遂げたが、変身や回答などの艦隊運動の容易さと、指揮艦戦闘として艦隊を組むことによる戦闘時の意思伝達の徹底の有利さにより従人は支持された。 このような時代背景において、獣人による艦隊戦でより有利な戦法が研究され、定時戦法が成立した。ただし、同方向に並走しながら戦う、同構成やすれ違いざまに戦う反抗戦から、定時戦法を成り立せるためには、敵艦隊より速力で上回り敵先動艦を抑え込めること、定時の組み始めから完成までに比較的長く敵の、 攻撃にさらされる味方先導艦が十分な防御力を持つこと、定時完成後も、定時を長く維持するための艦隊統制及び射撃統制が取れることなどが必要なため、着想は容易だが、実行は難しい戦法であると言える。日本海軍においては、日露戦争及びその後、主力艦が同行戦を行いつつ、補助艦が定時戦法を取る。 戦術思想が組まれ、第一艦隊、戦艦などと第二艦隊、巡洋戦艦などが主力決戦用に編成された。この二つの艦隊は決戦時に統一運用されるために、この二つの艦隊を統合する連合艦隊が常設された。20世紀中盤以降、ミサイル技術が発達し砲の射程外で船舶を攻撃できるようになり、艦隊同士が 海洋上で遭遇し、決戦を行う必要がなくなったことから、定時戦法は現在では見られなくなった。日露戦争の開戦前、日本海軍では、連合艦隊戦策が定められ、定時戦法と、おつあざ戦法を取ることが決められた。また、連合艦隊戦策をもとに、各戦隊ごとの戦策が決定され、その全てに、定時戦法と、おつあざ戦法が取り入れられた。 この戦作が掲載されている日本海軍編さんの内部資料である極秘の明治378年海戦史一部が抜粋された上に機密部分を改変された同じ名の交換のものが存在するによれば公開海戦や日本海海戦その他の小戦闘に至るまで全てこの戦作によらないものはないと記されている交換の戦史には戦作の記載はない 海戦前に定められた連合艦隊戦策においては全艦隊での決戦時における第一戦隊の戦法を定時を描きなるべく敵の戦闘を圧迫するもとく運動しかつ臨機的義の一斉回答を行い敵に大使定時系保持するに努めんとすとしている敵が相応の運動をとって結局は平行もしくは反抗になることも予想されておりその時は 戦闘距離を保持する運動や1 6一斉回答、全艦で一斉に半回転するを行うことがあるとされている。ただしこの最初の連合艦隊戦策には定時戦法という記載はない。一方の各戦隊ごとの戦策では連合艦隊戦策にある第一戦隊の戦法を定時戦法と呼びこれを採用するとあるが敵の列端。 戦闘や一端という表現もあるを攻撃することが付け加えられており、さらに細かな違いも見られる。連合艦隊戦策は日本海海戦を前に改められ、単体での戦闘は定時戦法、二体での共同戦闘はおつあざ戦法に準拠するという表現になった。また、全艦隊での決戦時における第一戦隊は敵の第二順にある部隊の戦闘者に、 圧迫するがごく敵の攻守する方向に折れ努めて、平行性を開始し自後戦闘を持続すと定められている。これに対し、戸高一世は矛盾する戦法であり、日本海海戦で定時戦法が用いられなかった証拠の一つであるとしている。ただし、第二戦隊は状況の許す限りお辻を描きと定められており、二台での共同戦闘が基本とされていると考えれば、 矛盾していない。旅順を脱出しようとしたロシア艦隊に対し、連合艦隊は二度定時を形作ったが二度目に、後尾から抜けられ、それに対する回答が遅れたために、後方から追いかける不利な体制になってしまった。連合艦隊司令長官の東郷平八郎と、連合艦隊参謀であった、秋山正幸は、この失敗が、後の日本海海戦で生かされたと語っている。 日本側の戦士では、いわゆる、統合ターンを、まずすれ違うかのように予想位級に左折して、敵の戦闘を者に圧迫した、と表現している。その後バルチック艦隊が右折することで、平行となったが、速度に勝る連合艦隊は前方に出て徐々に、右折し敵の前方を圧迫した。圧迫を避けるために、バルチック艦隊も右折したが、最終的に連合艦隊は、完全に敵の前に出て、 縦者を加えた、と書かれている。これを定時戦法と認めるかどうかは、意見が割れている。戦法の主眼は、敵の戦闘を圧迫してその戦闘に、集中攻撃することであり、敵機関二隻を早期に脱落させ、定時戦法が成立しているという意見がある、一方、明らかに定時となった場面がなく、定時戦法ではないと意見もある。 敵艦隊の進路を遮ることがついにできず通常の同光線で見られるような派の字もしくは理の字に近い形で推移完全な定時は実現しなかったという見方がある。また戦闘商法や各種一時資料に公開回戦であったという定時戦法を行ったという記述が日本海海戦ではないことから当事者たち自身は大回答後に定時もしくは理の字の体制が 敵とは考えていないと推測されるという意見がある。公開回戦のものにある記述は、詮作の通りに極秘版のみと定時映画館と交換版のみというものである一方、日本海海戦のものは敵の頭を射に圧迫というものである。なお、半藤和人氏は、回戦直後の5月29日、詳細な報告もないまま軍令部より、マスメディアに対して、日本海海戦は、 定時戦法で勝てたと虚偽の発表がなされ、翌日の紙面にそれが掲載され、それがそのまま世間に浸透してしまったという説を唱えているが、実際に発表されたのは6月29日のことであり、6月30日の朝日新聞に掲載されている。立社会戦において、オーストリア海軍のテゲトフ少将がイタリア艦隊の単純人側面から横陣での攻撃を行い、 結果的にイタリア側が定時戦法を取った状態で戦闘となった。これはオーストリア艦隊装甲艦7隻機関が優勢なイタリア艦隊装甲艦12隻機関に対抗するために攻撃戦ではなく昇格による体当たり攻撃を意図したためである。オーストリア艦隊の作戦は成功しイタリア装甲艦2隻を撃沈して勝利した。イタリア艦隊は 刑事戦法の効果を発揮できず、装甲艦の戦闘では、横陣による昇格攻撃の方が有効であるとの認識が一時に広まることとなった。第一次バルカン戦争中に反撃に転じるため出撃してきたオスマン帝国海軍艦隊をギリシャ海軍が迎え撃った入りの海戦で、ギリシャのパブロス・コントリオティス少将が海戦中に20ノット以上の速艦のみに、 オスマン艦隊主力艦隊への攻撃参加を命令した。ギリシャ艦隊は、オスマイ艦隊機関、バルバロスハイレッディンを定時戦法により砲撃し、中破させ、オスマン艦隊はたまらず、ダーダネルスへ退却した。ギリシャ艦隊にほとんど損害は出ていない。イギリス艦隊を率いるジョン・ジェリコ大将はユトランド、沖海戦中、ドイツ海軍対応艦隊を定時戦法の、 戦家たちに持ち込むことを意図して艦隊運動を続けたが、二度訪れた機械の両方とも、ドイツ大洋艦隊に逆方向に逃げられてしまい、トランファルガーの海戦の再来はならなかった。サボ島沖海戦でガダルカナル島を目指して、夜間輸送のため進出してきた日本海軍連合艦隊の護衛部隊、従順洋艦3隻、駆逐艦2隻を、 レーダー作的により探知したアメリカ海軍ノーマン、スコット少将率いる巡洋艦部隊、機関、重巡洋艦、サンフランシスコが定時戦法による迎撃に成功した。結果、日本艦隊は、重巡一隻沈没、一隻大破、駆逐艦一隻沈没の損害を受け退却した。しかし、アメリカ艦隊も駆逐艦二隻ファーレンホルトと、 弾艦が夜間だったために隊列を見失って離れ、敵味方のはざまで、大破沈没の損害を受けるという失態を演じた。霊峠沖海戦で、西村艦隊、戦艦、山城、負荘、従順洋艦、最上駆逐艦四隻の合計七隻が、すり顔海峡から霊峡湾に夜間突入する際に、アメリカ海軍 JCB オルデンドルフ少将をいる、戦艦部隊、 戦艦6隻、重巡洋艦4隻、軽巡洋艦4隻、駆逐艦26隻、魚雷艇39隻の合計79隻が、定時戦法で待ち受け、魚雷及びレーダー射撃による波状攻撃で駆逐艦、しぐれを除く全艦を撃沈した。アメリカ軍の損害は、魚雷艇隊の損害10隻にとどまった。西村艦隊の壊滅的な最後は、 海戦士の中でも最も悲惨な殲滅戦となった。また、戦艦同士による砲撃戦が行われた最後の海戦となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。